いろいろあったが。いろいろありましたね。おいしかったな、土佐のごちそう。特にカツオのわら焼き、お塩をつけていただくと、ご飯何杯でも食べられる。土佐の思い出は食べ物しかないのか。腹が減っては戦ができぬと申しますし。一発屋の焼き魚も美味しいけど、目の前の海で獲れたばかりのお魚は格別だったな。一発屋、尾張のお店でしたか？ですです。ワンコたちにとってはふるさとの味っていうか。おお、郷里の味か。おば上の鮭ももうずいぶん口にしておらんな。恋しくなりましたか？ほんのちらりとだけだ。そういえばお腹が空いてきましたね。あ、昼下からまだ一刻も経っておらんのだが。こっちだ！ワンコ殿、いずこへ？ワンワン、山の向こうから美味しい匂いがします。我にはまるでわからじ。ワンワン、ワンコの花を信じて。辰巳様。くっ、やれやれ。辰巳様、そこの茶屋の店先にワンコ殿が。やっと追いついたな。もう食べておるのか。栗ご飯です。辰巳様とアゲハ様の分も用意してもらってますからね。どうぞ召し上がれ。というか、食うか進めるかどちらかにせよ、いただくことにいたしましょう。の冬より里山の地味が染みるのを感じる。美味しいです。れいひょれいひょ。ワンコ殿はいつもこのように戦場でも美食を探求されているのですか？うん、戦は苦しいけど土地の美味しいものに出会えるのが嬉しいです。ケンスケ様たちが向かっている中国地方にも美味しいものがたくさんあるのに、ついていけないのが残念です。お土産買ってきてくれるといいですね。まあまあ、宮島や周南のおまんじゅうは天下一品だとか。おまんじゅうですか？嫌いなんですか？我が奥州のずんだ餅こそおまんじゅうの中のおまんじゅう、まことのおまんじゅう神である。ずんだ餅。慣れにずんだの力を知らしめる時が来たようだな。申し訳ございませんが、これより辰巳様よりずんだ餅に関するご考説が。人によ、我ら奥州人の誇りを見せてやるのだ。愚政がでございますか？うん、ワンコをずんだの虜とせよ。ですね、ずんだ餅というのは枝豆を使ったあんを餅に絡めた菓子でして。枝豆のあんを？なんか想像できないかも。ちょい、人にもっとずんだ餅の気持ちになりきって。餅になります。ずんだ餅は柔らかな餅の食感が特徴でありまして、その餅に枝豆のあんをかけて食すのですが、
かー、人にもっとずんだに。もっちです、あんです、おいしいです。ふんふん、体を丸めてるってことは丸いお餅なんだね。まだまだ小さい。それではみたらしではないか。ずんだの魅力が、アゲハ様が無茶ぶりされてるなってことはとっても伝わりました。だっていくら伝えていただいてもずんだ餅は今食べられないんですもん。わほう、しかり平和になったら欧州にお邪魔しますから、その時ご馳走してくださいだわん。おう、たらふくに食わせてやる。わんわん、楽しみ。うむ。辰巳様、またぐせ辰巳様のお力になれず、半人前どころか四分の一人前たるぐせにいくらでも罰をお与えくださいませ。無限積んだ地獄などいかようにでも。慣れというやつは何が何でもそっちに持っていくのだな。無限積んだ、楽しそうだわ。の榊原由衣です。こんばんは、佐竹アゲハ吉重役の北大路由紀です。はい、戦国恋姫ラジオの陣第11回目がスタートしました。はい、そして、はい、ブレイブ1も、はい、ラジオの CD も発売されました。はい、わー、やったー、めでたい。もうみんなもうやり込んでるでしょ。はい、ほぼほぼ、まあ、1ヶ月経ってないかなんだけど、ね、そうですね、ほぼほぼ1ヶ月ということで、はい、皆さんねやりきったでしょうか。一応、はい、そしてラジオも聞いたでしょうか。はい、うん、ラジオ、今ラジオの、うん、ラジオ CD の原品をいただいて、ええ、ここに今手元にあるんですけど、うん、いい肌色ですね。すごい。いい肌色。いやでも持ってる人ならこの感想が伝わるはず。まあ確かに、なんか夏の日差しを感じる。ちょっととなんか確かに夏っぽい、夏水着だからっていうのももちろんあるんだけど、ゆきちゃんが言いたいのは肌色ってことでしょ。そうです、そうです。なんか水着じゃないでしょ。健康的な感じですごいいいなって、ね、夏を感じる。いいよね、青が映えますね。あー、やっぱ、ね、映えますね、似合いますね。そうね、やっぱかわいい。ボリューム1ってことはもう皆さん分かってると思いますけどね、2ありますからね、きっとね。でも1ってわざわざつけることはもしかしたら2があるのかな、あるんじゃないですかね。そうなんですかね。だってこのラジオ今日だって11回目ですからね。11回目ですね。この CD に第6回までしか入ってませんからね。なるほど、なるほど。っていうことを考えたら、はい、次ちょっとアゲハ期待だな。お、私も勝手にね、勝手にアゲハを期待しているよ。そしたら嬉しいな。はい、え、でも水着
でもこれは夏に出てるけど、から、夏だから水着なんですね。夏だから水着なのかな。じゃあもし冬出るとしても露出してくれる冬だった。でもそれはアゲハ喜ぶと思います。喜ぶよ。雪の中でキャッ極寒なのに、あ、それはもうご褒美になっちゃうのでだからもしかしたらゲームのだけしかやってない人からしたら、はい、なぜって感じるかもしれないけどラジオ聞いてる人からしたらだよねってなるかもしれない。パッケージがもしかしたら確かに納得、ご納得いただけるかも勝手に言ってます私たち、はい、はい、何も知りませんでも楽しみですねということで、はい、なんか感想あったんでしょラジオの。あ、そうなんです、うん、あのポスト X でポストしてくださった方がいたので、うんうん、ご紹介したいと思います、はい、だるまさんからいただきました、はい、取り下ろし会では国取り合戦の罰ゲームを危機として受けてるのすごいなと思いましたド M 賞では、ド M 賞、ド M 賞、はい、さすがの貫禄を見せるポサラさんがさすがでしたし、それに対する北王子さんの反応がとても面白かったです。最後のゆきちゃんって呼んでくれますかのやり取りも笑いました楽しんでくれたようでよかったです。よかったよかったそうよ、リスナーの皆さんが楽しんで聞いていただくために、そう、はい、私はそのために日々頑張っていますから、はい、いろんなものを受け入れていってますからはい、果敢に今後も挑戦していきたいと思います。笑ってくださいというわけで、はい、感想もいただきましたしね、はい、今回もやっていきましょうよ。はい、ということでゲストさんもちろんいらっしゃいます。はい、はい、ゲストは前田わんことしえ役のダミアス智恵ちゃんです。はい、というわけで、はい、にぎやかになりそうですね今回もいつも通りエンディングでプレゼントのお知らせがあります、はい、その他にも番組から大事なお知らせもありますのでぜひ最後までお聞きください。はい、では始めていきましょう。坂木原由衣と北王子由紀の戦国恋姫ラジオの陣、いざ出陣です。改めまして坂木原由衣です。北王子由紀です。では早速ゲストさんに登場していただきましょう。ゲストはこの方です。どうぞ。こんばんわん、赤ホロシュ筆頭槍のバタザコと前田わんこと CA 役の民安智恵です。よろしくお願いしますよろしくお願いします。いやマジでドラマパートから、はい、すげえなみたいな改めてワンコちゃんすげえなと思って、私ワンコ声でかいなって思いました大丈夫かなと思ってなんかよく出るよね、うん、そこの周波数がなんかワンコ声高いし、うん、声がでかいので、うん、普通の1時間ぐらい収録しただけで倍ぐらい労力あるんですよそうだよね。そうなんで、でも大好きなんですけども、いや改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、来た、よろしくお願いします、うん、嬉しい私タミーとはね、はい、もうね、はい、何度もね、そうですね、いろんな場所で一緒になって、いろんな場所で主にお歌を歌ったりするような場所とかで、はい、でもめちゃくちゃ久しぶりなんだよ。そうなんですよ、活動はずっと見てます。いやいやいや、こっちもね、こっちも見てるけどついてるんですけどそう、そしてゆきさんとは初めまして。はい、初めまして。そうなんです。なんかエピソードあるって聞いたよそうなんです。結構早めにラジオのゲストのご依頼いただいて、うん、やったと思って、うん、それで、あ、そうだ、私ゆきさんをまだフォローしてないやと思って、全然、ま、のこれまで関わりとかがね、はい、面識がなかったので、そのタイミングで X をポチッとフォローしたんですよ、はい、そしたらフォローありがとうございます。もうびっくりしちゃって、なぜと思ってそうですよね、あ、ごフォローか、間違ったのかなって思って。あ、そう、間違えましたって連絡かかった。なんかでもなんかすいませんみたいなでもなんかこれがチャンスだと思って、なんかいや今知り合いになる、連絡できると思ってチャンスだって思ってね、間違いでもいいと思って今だと思って、いつかお会いできたらっていう風に送ったら、そうです、それで翌月会うの知ってたけど、ご本人に知らされてないから、何らか出方に特徴があるのかもしれないから言っていいのかどうかが分からなくてそこも深読みがある。本当にたまたままだ
私はゲストでいらっしゃることをたまたま本当に知らなかっただけなんですけど、スケジュール確認もあって先に知らされてたので、はい、あ、そうか、まだ北王子さんは知らないんだ、言っていいやつ悪いやつそのうち会えるかもしれませんとか返事しちゃって怖い怖い、謎の含み返し どうしたらいいか分かんなくなっちゃってもしかしたらね、分かんないもんね、番組の趣旨的にもしかしたらサプライズだったかもしれないし、こっそりドーンかもしれないから言えないかもと思ってちょっとそのうち会えるかもしれませんねふふふみたいな DM のやり取りしてちょっと変なことになりましたね、はい、それ今日念願のお会いできたということでやってお会いできました、ありがとうございます、よかった、あのやっとね、はい、正式にということで、はい、はい、ということで、はい、ワンコどんなキャラかっていうのをね、うん、タミーからちょっといろいろ知りたいなと聞きたいなと思いますか。そうなんですね、まあ、あの信長様、クオン様にお仕えする、うん、あの三和歌っていうね、うん、家臣たちがいるんですけれども、うん、この三和歌の一人で赤幌衆という親衛隊の筆頭をやっております、うん、赤幌衆って読むんだよねこれね、なんか真っ赤な布みたいのを担いで、うん、馬に乗って走り回るんですよ、うん、で目立つから、うん、敵をそれで引きつけて、うん、かく乱して、うん、でも強くないとすぐやられちゃうから、そうだね、めちゃめちゃ強い人がやるんですよ、その赤幌衆っていうのは。あえてそうだよね、で伝令とかやったりとかするみたいな、その信長家臣の中のめっちゃ強い親衛隊の中の筆頭をやってたんですよね、でその三和歌の中の赤幌衆とかが私とかやってて、同じ、まあ、三和歌なので若菜ちゃんとひなちゃんっているんですけど、若菜ちゃんとかその黒幌衆っていって黒い布背負う親衛隊とかもいるんですよ、まあ、その中の一人でおりまして、まあ、槍の又座って言われるぐらいで槍が強くて怪力、そしてあのワンコちゃんとしてはあの無邪気で三和歌のムードメーカー、大食い、戦では正直すぎて先読みが甘いというね、あの力こそパワーって感じの子ですなんかさ、それをさ、その公式の、はい、あの何キャラ紹介のところに書いてあるのがまた可愛らしいよねでも前田利家さん自体がそんな感じなんですよ、あ、そっか、そもそもが、そう、頭に来た殴ってやるみたいなタイプの人だったので脳筋、そう、脳筋タイプ、もうマジで喧嘩してなんか相手をやってしまって、うん、しばらく戦に戻れなかったりとかしたんですよ、めっちゃ偉い人なのに甘い謹慎みたいな、それでこっそり言われてないのに戦に参加して功績を上げ続けて、うんうんうん、もう一回戻してくださいって言って戻った人とか、短期な人、いやでもね、キャラが本当になんだろう、うん、ムードメーカーだなっていう、そうなんですね、ワンワンです、だから、はい、やっぱでこのワンコって読むのが可愛くない、可愛い、改めましてだけどさ、そう、皆さん今更かもしれないけどね、前からいるねキャラクターだもんね、最初に台本もらった時はびっくりしましたよ、うん、だってあの前田利家ちゃんさんちゃんって言っちゃった知り合い結構な身近な知り合い利家さんって幼名が犬千代なんですよ、うんうんうん、だからまあ犬子だろうなって思ってて、うん、読みがね、現場行ったらあ、ワンコです、ワンコいやまさかこれでワンコって読むなんて、そう、可愛いと思って、可愛いだよね、そう、発明ですよね、うん、発明だよね、この読み方はすごいなと思いました、いやいやいや、ね、ビジュアルもね、そう、今回、まあ、ブレイブ1の方のホームページ、はい、私見てますけど、はい、この立ち方よ、可愛いんです、可愛い、可愛いんです、可愛い子の立ち方だよこれ絶対に明るい元気があり余ってて、この手の広げ方と足の角度、はい、絶対かわいい、そう、ロリ巨乳です、ね、そう、はい、意外とそんなの巨乳なんだなと思って、ロリ巨乳で、なんかいろんな衣装着せてもらえてるんですけど、だいたい下乳が全部出てます、あ、隠れきらなくて、おなんかでも確かもう、あのなんかよ八切れんばかりの真ん中のラインが、そうなんですよなんか下乳だけで一般人の全乳ぐらいあるのでもう出てるようなもんですよそうね、いや可愛らしい、可愛いんですよ、大好き、うんうん、いい MTU 先生の、はい、キャラデザインめっちゃ可愛いですね、はい、そんなこんなでね、いろいろともっとね掘り下げていきましょう、はい、ということでメール来てますね、はい、うん、ご紹介します、ラジオネームゆきひらさんからいただきました、ありがとうございます、うん、ゆいにゃんさん、ゆきさん、ゲストのタミーさん、こんばんは、こんばんは、自分はずっと三和歌を推しているので、うん、前回に続いて今回も三和歌からゲストが来てくれて嬉しいです、うん、
三和は本当にいつも仲良しで、うん、ケンスケとイチャイチャする時も3人同時ということもあり、いろんな意味で助かっています。助かってます、はい。さて、これまでいろんなキャラを演じてきたタミーさんですが、はい、ワンコを演じる時に意識していることがありましたら教えてほしいです。あー、ことです、うん、これ前もちょいちょい話したことあるんですけど、いろんな場所で、うんうんうん、ワンコって一番最初にキャラクター演じる前にめちゃめちゃ話したんですよ、はい、どういう子ですかっていうの、その3話がいるから、うんうんうん、キャラクターの立ち位置もそれぞれそうだねあるだろうし、若菜、ねうん、ちゃんは元気でちょっとあの男の子っぽいところがありつつもテレ屋さんみたいな感じのキャラだから、うんうん、元気でかぶりたくなかったし、うん、そのロリキャラっていう意味ではひなちゃんがいるから、うん、ロリでそこでかぶりたくなかったし、うん、ワンコってどういう子でいてほしいですかっていうのをすごい話して、うん、あじゃあこういう考えですかね、こうですかね、こうですかねっていうので自分の中では腹黒さゼロみたいなキャラクターにしようと思って、うんあのうん、なんか一番最初の収録に挑んだのを覚えてますね。めっちゃ話しました、ワンコの時って。確かにキャラクターの立ち位置もそうだし、うん、でも元の人物も いるし、そうなんですよ。これはこれで戦国小姫の中でのキャラクターだし、うんうん、なんかねちゃんと最初の設定ね考えるよねやっぱね。そうなんです。特に戦国ってその元のキャラクターがあるから、うんはい、元の人どういう人だっけと思って、トシイとマツとか全部見たりとかして、うん、ダメだ晩年しか出てこないみたいな。とてなんだけどみたいな。なんだけどでも一応ねそこも踏まえてやっぱね味付けというかね、うん、なんか参考になることがあればね。あればいいなと思いながら見て、うん、ダメだ参考にならねえと思いながら。妙に年齢の歴代だけ歴史にだけ詳しくなっちゃってあんまり関係なかったんですけど、でもいろいろ調べましたね。でもさっきね言ってくれたね、その突進していくみたい なんかそういう、ね、感覚とかは、はいまあ、ちょっとあのね暴力じゃないけどそ, なんか そこじゃないけど、でもパワーとかそうなんですよ、ね、勢いとかのところではワンコちゃんはねすごい、ワンコちゃんのなんか冒頭のドラマでも感じたなんかエネルギーみたいなところに通じてる感じがすごいしますね、うんはい、全てのご飯がおっぱいに入っております、うん、詰まってくれどんどん詰まってくれ、はい、ただねちょっとアゲハとの相性はちょっとあれだったねちょっとアゲハはねなんか相性いい人とよくわからないで終わる人とドラマの中で結構ねあるから分かっちゃうと一人でテンパっていくとこう横でじーっとご飯食べながら見てました面白いなと思って相性がね、逆になんかこれやりづらいなとかはあまり、はい、あーでも私結構そのロリっぽい元気キャラやるときって、うん、実は過去が後ろぐらいとか、うん、ひどい目に遭ってきたとか、うん、腹黒いとか、うん、なんか腹に一物ある感じのキャラが多かったんですよ。あー、なるほどね。なので、うん、あのそういうところがないようにしよう、そういうのを感じさせないようにしなきゃと思って最初ねめちゃめちゃ話したのもあるんですけど、うん、あのワンコやるときはあの何にも悪いこと考えてないわんって思いながらやってます。そう、誰も疑ってないしご飯は美味しい毎日楽しいって思ってやってる。いや本当にセリフのそのままの気持ちをストンとストレートにってことね。そうなんですよ。長年やってきましたけどやっぱりそんなにね何にも後ろぐらいとこないです。確かに、うん、ストレートだね。ストレートな子ですね、うん、珍しい。うんうん、ちょっとどうしたどうした、ゆきちゃんがどうした。いやなんかそのお芝居をするときに逆にそれってすごい難しいんじゃないかとか思って、その言葉の通りに演じるみたいなのってなんか本当に心の底からこう信じてないとできないなって思って、なんかすごいなって今なんかこう、いやでも本当それが難しくてダメだ、自分が出てきたらなんか何か考えてる子になっちゃうみたいなのがねありましたね。まあ人から聞いたらいつものタミヤスだなって思われるかもしれないんですけど、いろんな方考えてるんですよニヤ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 しないどこと思いながら、はい、なるほど、ね、じゃあもう一つメールいきますか。あ、はい、おいおい、うんうん、ご紹介したいと思います。いかんあくださんからいただきました、うん、ありがとうございます。榊原由衣さん、北大路由紀さん、富安智恵さん、こんにちは。あ、こんにちは。
前回放送で急いで送ってくれとのことだったので、うん、前回放送が終わった瞬間にお便りを書いています。空気読んでくれた。はい、タミヤス、うん、智恵さん演じるワンコといえば大食いキャラですが、はい、お三方は何か大食いエピソードはありますか？PS 戦国恋姫ブレイブの見どころも語っていただけたら幸いです。うん、うん、です。でまず大食い、タミどう？なんかシチューが無限に食える時代があって、それは飲み物、飲み物シチュー限定なんですか？いや、うち母トモコって言うんですけど、うん、はい、おじいさんが亡くなる前に、うん、トモコのクリームシチューが食べたかったって言い残したぐらいクリームシチューの名手なんですよ。あ、すごい。それは美味しそうだ。めちゃめちゃうまいんですよ、うんうん、うまいんですけど、うん、うまいからいつ止めたらいいか分かんなくてなんかすごい高校の時とかごくごく食べてて、あのとうとう母から、うん、ちょっと抑えてっていう一緒に作るの何時間もかかるのに、まあそうだね、あなたが一瞬で食べてしまうからお鍋いっぱい作ったのに。そうだね、もう給食ばりのね量作らなきゃいけなくなっちゃう。すっごい食べれたんですけど、それ以外はそんなになんかごくごくいけた覚えはないですね。そっか、どうですか、いけます？なんかえ、ゆきちゃん食べる？私なんかすごい意外と小食なんですよ、うん、あ、でもそんなふうに言いますよ意外とのかかってる部分がどこでんですけど、ちょっと誰も思ってはなくて、ね、めちゃめちゃ食べそうに見えないですよ、ね、見た目通り遅い、でも本当はもっと食べたいんです、うん、美味しいものをもっといっぱい食べたいんですけど、うん、お腹いっぱいになって食べられないのが本当に悔しくて、うん、だからできるだけ毎食好きなものを食べるようにしてます。あー確かに、できるだけ死ぬまでに好きなものをできるだけ多く食べたい、ね、死ぬまでに食べられるもの限られてるからね、限られてるん で、 かでしかも人より少ないっていうことを自覚してるので、ね、うん、できるだけ今食べたいもの好きなものを食べるようにしてます、うん、お腹減ったからといってコンビニでちょっとおにぎり手出したりせずに美味しいもの、何が食べたいかっていうのを考えて生きるようにしてます日々すごいな、意外と深い、ね、晩年の考え方なんで深い気持ちで食べ物に向き合っていた。あのだいぶ年取ってからもうあまり食べられないから好きなものを食べようっていうのを若いうちから実践しているでもなんかもう食べられなくなったものとかめちゃくちゃあって、えなんかもう多分胃が弱いんですよ、うんうんうん、だからもう脂っこいものとか早いな食べきれないです。でも早いななんか生クリームとかも本当に昔は生クリームを作るじゃないですか、うんうん、それをもう食べてたんですよ、そのままスプーンで作って、うんうん、そのまま食べるために生クリームを作ってたんですけど、うん、食べるためにね、それがもうできなくなってきて、もう、うんうん、やめてよかったよ大丈夫ってくらいになっちゃったので、それでちょっと危機感を感じています。そっか、やめた方が体にはいいまあね、そこはやめても問題ないんじゃないかな。確かに確かにでもゆいさんとか、うん、そのものすごいダンスとかライブとか、はい、運動が激しい時の前後とかっていっぱい食べたりするんですか？いや私ね、はい、私こそ意外だと思うんだけど食べないんだよね。すごい体を動かしてるから、その前後に肉を入れないと持たないとか、はい、そんなイメージでした。そう、体が仕上がってるイメージが好きなんだけど、うん、はい、量がやっぱ食べらんなくてとか、うん、ね、ライブの、うん、あのね、会場でお弁当とか出るじゃん、はいはいはい、でまだ歌ってパフォーマンスするぐらいだったら、うん、お弁当いただけるんだけど、うん、ダンサーちゃんとダンスして、もう踊りながらがっつり自分で歌うっていう時は、はい、うん、あの出てきちゃうから逆にそう確かにそう、あの運動量オラオラオラってなっちゃうから歌ってる間に、うん、だから入れないの。だからお弁当の中に入ってる卵焼きとかそれだけ、はい、食べて終わり蓋する。あ、ずんだ餅を入れてあげたいだってもうずんだの側だけ食うかもしれない、あ餅いかずにずんだだけ食うかもしれない。うわー、そうか。 でも胃の中に、うん、あのお腹の中パンパンじゃない方が声通るから、うん、あの空洞がね体の中に、うん、あのこう詰まっちゃうと空洞なくなっちゃうから響きがさ、だからその方が歌いやすくて、そっか、うん、あと家でも自炊も一人だからしないから、はい、最近のあの米の騒動全然知らなかったの来ないとこ食べないから米買えなくてもなんともない全然知らなくて、え世の中そんなことになってたのみたいなぐらい
白米食べないから ちょっとした大騒ぎでしたよ。そうね、久々にタイ米買わなきゃいけないのかって言われてたぐらい、ね、びっくりした、食べないからご飯とか、そうなんかすごい栄養バランスに気をつけて、うん、量をすごいなんかちゃんと決めて食べてるイメージでしたね。いやプロテインとか飲むんだけど、だからそっち系なんだよきっと。おかずだけでいいとか、なるほどな。だから私も一緒なんかすごいあのバイキングとかさ、はい、ビュッフェとか行った時に食いてって思うんだけど、いけねえって思ってる調子こいて皿取ると終わるなって。そう、目だけは食べたいけど絶対いけないから信じられないぐらい普通の量になる定食の少なめみたいな、ね、ワンコ羨ましいな。だから羨ましいです。ビュッフェで端から端まで食べたい、ね、3週ぐらいしたい、ね、っていうところかしら、はい、はい、というわけで今回紹介するメッセージは以上です。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。榊原由衣と北大路由紀の戦国恋姫ラジオの陣。ここからはこちらをお届けします。戦恋国取り合戦。モリモリこのコーナーでは私たちが都道府県にまつわるクイズで対決します。クイズに正解すればその都道府県を獲得することができ、相手より多くの国を領有することができれば勝ちとなりますということのなんとご当地問題だ。ご当地クイズみたいな。知らない、うん、何も知らないことがバレてしまう。知っているか知っていないかだけの問題はい考えてもしょうがない、まあ、知らん一般常識とかじゃないから、うん、知らん、はい、知らんは知らんということでね、はい、勝者にはご褒美が与えられ、最初は罰ゲームとして、はい、アゲハのお家流戦士番号と同じ麻痺効果があると言われているビリビリを受けてもらいます。え、あれ麻痺効果あるんですかやばくないですか。しかも毎回言ってますけど、はい、勝者は1人です、敗者は2人です。はい、2人ビリビリです。あなるほどね、そういう番組です。なるほどね、はい、そういう番組ですということで、ビリビリ得意ですかって書いてある得意な人います。あ、お好きでらっしゃる役的にもね、やっぱりね、やる側なのでまあ役的にはそうですね。アゲハは喜ぶ、うん、うん、わかるけど間違えたりとか、頑張ります、勝ちます、勝ちに行きます。今回はどうなるでしょうかということで、じゃあ行きましょう、やっていきましょうか、はい、はい、うん、最初のクイズはこちら。いらっしゃいを沖縄の方言で何と言うでしょうか。え、いらっしゃい、いらっしゃい、違うやつ浮かんだけど多分違うな。え、わかんない、いらっしゃい、わかんない。え、違うかも、でも浮かんではあるよく。わかんないよ、いらっしゃいよ、いらっしゃいじゃないかも。でもその意味で捉えればなん、そっちとも言えなくないですか、ちょっと、いや、多分今やばい、ゆきつだった。いいんだけど、やれと書くみたい。はい、いきます、はい、じゃあ全員で出しましょう、出す、はい、はい、せーの、ドイン。なに、ゆきちゃん何、いやさーさー、愛の手祭り感ある、愛の手、はい、で、タミーはメンソーレ、あ、ねえ、いや、そう、いや、そう、それしか思い浮かばなかったのよ。でも、こんにちはですよね、多分。いや、そうなの、そうなの、メンソーレ、そうなのよ。私、ユンヤンさん、はい、本ゲーなんで、メンソーレ浮かんだのになんでそれにしたの。メンソーレじゃないやろなと思ったら、これ次出てきたの本ゲーだった。いや、それは存在する、しない、わかんない、しなそう。え、答えがに、では答えを見てみましょう、はい、答えはメンソーレでした。やっ、やっちゃったこれはい、ということで、こんにちはとかじゃないんだ。こんにちはっぽいですよね。こんにちはの意味もありつつ、いらっしゃいの気持ちもある。おい、わなわなわな、本芸沖縄あの看板が、はい、ということで、タミヤスさんが沖縄県獲得です。やったー、よかった、すごい、最悪じゃん。沖縄もらえるの嬉しい沖縄もらえるの嬉しいめっちゃ嬉しい、いいね。国内で欲しい県の割とトップ3ですよね。確かに、確かに欲しい、なに、なに、じゃあ続いてのクイズはこちら、はい、北海道の郷土料理でもあるジンギスカン
は何のお肉を焼いた料理でしょうか。動物の名前でお答えください。え、待って、これ2個浮かんでるんですけど。2個浮かんでるの？浮かんでます。え、1個ですか？あ、確かに。こう、え、どっちだ。いや、あ、いや、私もちょっと一瞬2個浮かんだんだよな。え、こっちだよな。え、2文字3文字どっちですか？え、待って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 、どっちかな。あれ、2文字かな、3文字かな、2文字かな、3文字かな。行きましょう。はい、というわけで、せーの、はい、ドン。あれ、あ、私が違う。何書きました？何書きました？待って待って、はい、ダミーが羊。羊、はい。待って、北王子がヤギで羊と迷ったんです。ですよね。私、はい、間違えた、全然間違えてた、はい、4文字だもん。イノシシ。なんとなくだけど、あれ、今さっき会話聞いて3文字って思って、書いた後に漢字、いや違うなみたいな。え、待って、どっちどっち、これはね、答えもしかしてもう終わりなんじゃない。終わりかな。これで終わりなんじゃない。今日終わりかな。見てみましょう、答えは羊。クリアやつだった。よかった。マリアさん正解です。沖縄と北海道。めっちゃ嬉しい。上と下すごい。トップ3のうちもう2個手に入れた。待ってください、うん、ストレート負けですよ。ストレート負け。うちらちょっと忖度したわけじゃないのに。でも沖縄はかん、なんかたまたま会ってましたけど、これはジンギスカンのジンくんというキャラクターが好きなので、あ、マスコットキャラで、そこのご当地キャラからのこのね、羊の男の子なので、 そうね、それはもうすぐ分かった。ありがとうございます。え、ヤギかと思った。ヤギって鍋になる？なだ、ヤギが鍋になってるというか、あの、似てあるのは沖縄料理です。あ、あれヤギ肉。あ、なんかそのイメージある、ある。待って、イノシシは？イノシシは待って、イノシシは、あんまり北海道で聞かないのかな。そっか、羊はモコモコですもんね。モコモコです。そっか。というわけで、やった、買ったタミーには、はい、ご褒美。はい、何今回は。なんか可愛い。いいんだよ。どうぞどうぞ開けてください。うん、じゃあ、これなんて書いてあるんですか？間にご紹介したいと思います。はい、何今回？ご褒美パグ饅頭セット。はい。パグ？パグ？お菓子動物園饅頭シリーズの大人気パグ饅頭の箱詰めセット。え、何これ？紅白パグ饅頭が入ったおめでたい詰め合わせです。すごい悲鳴が。うわー、すごい。すごい、何これ、パグだ、すごくパグだ。とりあえず真ん中から割る。えー、めっちゃ可愛い、本当に可愛いになってる。めちゃくちゃ可愛いじゃん。可愛い。ちゃんと鼻と体の色が違う感じになってる。あとちゃんとベロ、ベロが出てる。可愛い。ベロ出てる。いいな。中身なんだろう、中身何、パグ、すごい色が違いますね。中身パグ、やべすごい、やめて、なんだろう、やめて。味が違うんですかね。黒いパグがミルクココアあん、おほんで紅白がこしあんだそうです。うん、わ、美味しそう。和風洋風ね。すごい。ちょっとちょうどなんかね、ドラマパートでお饅頭の話になってたけど、ここに来てパグお饅頭が来るとはねっていうね。ありがとうございます。というわけで、これいいな。いいな。まあでもワンコに行った方がいいしね。そうですね。あ、もう普通に答えてしまった。いや、ビリビリペンとかやってみたかったな。すげー声の棒読み。すげーその可愛い声での棒読み、すごいな。やってみたかったな。すごいおもむろに置かれた。置かれたし、もう早くやれと。早くやれ。早くやれと。うちのルート一緒です、それ。いやー、これね。ちょっとじゃあ、今日も、はい、もうやっぱね、小指でいきたいと思います。あ、小指で。最近の流行りの小指でいきたいと思いますよ。はい、それでは、いきます。ゆうにゃんさん、戦士万行。えいややっぱ小指は小指すごい来るんですね。小指すごい。どうしよう、どの指でいこう。これ一個試してみたいことあるんですけど、手繋いでたらこっちにも来ますかね。あ、やってみますか。本当に
ちょっと3人で全員でなんか分散されていつもより痛くないとかあるかもしれないし、うん、えよしセルフ戦士番号ですか？何もない何もなかったただただゆうきさんの指のぬくもりただただ仲良しって私なんか、うん、なんか二人のリアクション見たいなって思って結構トラッとついてしばらくゆきちゃんがさなんかさ二人に届けみたいなあの伝われみたいな結構長めに押してくれてたんだけどただただうちらただ仲良く手つないでるだけの話だったゆいさんと私不動体みたいです、うん、全然来なかった全然来なかったか来るって噂ですけど ね何も来なかった、ただの長押し損長押し損でございま す, ビリビリしますというわけでねいいでしょうか、まあ、ということでね行くべき方のところに行ったということでねご褒美が、ね、いいんじゃないでしょうか、はい、はい、次回誰が勝つのでしょうか。以上選考委員国取り合戦でした。榊原由衣と北王子由紀の戦国恋姫ラジオの陣。続いてお届けするコーナーはこちら、クセにお任せください。私が演じているアゲハは伊達家からの信仰を受け関東管領のミクに助けを求めます。そこでこのコーナーでは私たちに助けてほしいことをリスナーさんに送ってきてもらい、私たちがその困難を乗り越える方法を一生懸命考えます。考える、うん、考えます。一生懸命考えるよ。とても一生懸命考えます。いいアドバイスをするとかじゃなくて、うん、一生懸命考える。そうです、大事。それがここのコーナーです、うん、なんかおかしくなっちゃったビリビリ長押ししたらなんかおかしくなっちゃったタミヤスさんは、はい、お悩みとかよく相談されるタイプですか？あ、メンタル系は来ないです。おおなんかその、うん、悩んでてとか人間関係がとかの相談はほとんど来ない。何の相談来るの？技術的などのマイク使ったらいいですかとか機材やら機材とかの相談はもうガチでいっぱい来るんですけ ど、ね、はい、あのもうメンタル相談しても無駄だって分かられてると思うそうなんだっていうだけ共感でも共感してもらえるのもね一つね、うん、本当はストレスの発想に乗る子ね、はい、共感力が低いそうなんだご飯食べればってなっちゃういや解決策として間違ってないと思います。そんな私たちで一生懸命考えましょう。頑張ります、はい、それではリスナーさんを助けていきましょう、はい、C さんからいただきました、うん、榊原さん、北尾寺さん、田宮さん、こんばんは。こんばんは。最近運動不足を解消するために軽めの筋トレは始めました、うん、しかし筋トレをしている時うちの猫様はいつも妨害しに来るんです、うんうん、足の近くにうろちょろしたり足を頭突きしたりしています。何かいい解決方法がありますでしょうか。かわいい、かわいい悩み、うん、なんじゃそらなんじゃそらですね。これは、なんか別に悩みじゃないよね。ね、なんかのろけられた。自慢かな。なんかのろけられた。あれいいなって。え、タミどう思う？あ、なんか猫と一緒に筋トレしてる動画をショートで出してる人いますよね。いるね。なんか腹の上に乗せてずっとスクワットしてたりとか。うん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 、なんか猫と共に。行けばいいんじゃないですかね。まあ踏まないように気をつけたりとかするのを運動の中に取り入れて、うん、自分で一個ルーティンを作るんだ、うんうんうん、ルーティンを、うんうん、そう、うんうん、じゃあ私だからこう家で運動しながら、うん、家で飼ってるね猫ちゃんとかワンちゃんとかと一緒にトレーニングしてるのを見ると、はい、なんか平和だなって思ってなんかすごいいいなって思うんだけど、うん、あの腹筋で上がってくるたびにチューしてる動画とかあってさ、おーみたいな、マジさこんな平和な動画ありますっていう、あるあるね、お腹の上乗せて腹筋ごとにチュッチュッチュッってやる、こんな動画ある、かわいいね。なんだそれは、想像だけでやばい、大興奮、北王子さん大興奮やばい
だからさ、そういうでもモチベーション上がって余計にもう100回ぐらいできちゃうかもね、もう軽々そう。それをショートに上げてバズれば突然お金が入ってくるかもしれないから自分の腹筋そうトレーニングね、そうのろけなのにね、のろけなのに、そうなのよ、トレもできて、うん、イチャイチャもできて、できてお金も入ってくる、あ、すごい、もう解決する、はい、ショートに投稿してください一言です、はい、お願いします。最後に解決策を一言でまとめると、動画に撮ってショートに流すです。ねえ、まとめたらそうだね、これはもう、そうだね、それでインスタとか、うん、それでショートの素晴らしさを、うん、世界と共有していただいて、うん、ある程度邪魔されてても、うん、尺足りないなと思って頑張るかもしれないから動画そう上げるためにね、そうそう、それだ、終わった終わった、これはいけたね、いけました、うん、よし、はい、ね、じゃあもう一人助けて、うん、待っているリスナーさん助けていきたいと思います。はい、ラジオネームギガスさんからいただきました、うん、佐竹家、あのアゲハのお家です ね、うん、を読むとき佐竹家と毛が連続していてうまく発音できず、なんだか間の抜けた感じになってしまいます。変にならないよう発音するにはどうしたら良いでしょう。え、これも佐竹家が伝授、そう、でもこれはすごいよくわかる、わ、うん、かるし、ラジオでもお話ししたかもなんですけど、うん、佐竹家ってなっちゃうんですよ。あ、定番になっちゃう、佐竹家って言いそうになって、うんうん、そのなんか別のちょっとキャラクターが夜に演奏しに来るキャラが佐竹家さんで出てきちゃうんですよね、土曜日の7時ぐらいに来るやつになっちゃ う、 そう、なるほどな。佐竹家、ケケケケケで下がる、うん、ちゃんちゃんと佐竹家お家流とか後ろがつくとなんか佐竹家お家流とかなんかちょっと平板になりそうな、ね、ね、前後がね、そう、それ集中だったらあれだけど、佐竹家なんだろう、うん、毛がいけないのかな、毛がいけないのかな、佐竹家、佐竹家、子音が言いづらいんですかね、でもなんかそんなはっきり言う場面多分ないじゃん、確かに私以外多分ないと思う、その人とのさ、そのね、戦国皇姫話す時のさ、なんか、はい、会話じゃん、ワイワイ、はい、ね、みんなで仲良く、だサタケケちゃんと言わずにもサタケケって言われるサタケケのさ、私もよく言われるのよ、榊原さんって言いづらいって、あ、だから私いつも言うのが榊原さんって言わなくて大丈夫ですと、サーキバラさんで通じるんで、サーキバラさん、あ、母音がさ、もうそのままサーキバラさんって言ったらなんとなくそう聞こえるから、あ、榊は刻まなくていいですって言うのたまに申し訳ないから、じゃあサラケケ、サーゲーだよ、サーゲーサーゲーでいいんじゃない、他のあたりがもう、うん、あですね、サーゲーゲサーゲーサーゲーゲもうサーエーぐらいの勢いサーエーいやでもアゲハのことを友達に紹介して、うん、なんかこの子すごい可愛いんだよサタケケのって言わないですよね、言わない、言わない、普通なんかアゲハって言うんじゃない、言わない、そう、だから言う時にもそれぐらいでいい、そう、うん、きっとね、ゆるく言ってもらってあるいは下の名前で呼んでもらって、うん、俺の女お使いしてもらって、扱いしてもらってそうですね、これでもいいんじゃない、うんうんうん、じゃあ最後に解決策を一言でまとめると、うん、そんなにはっきり言わなくても大丈夫だからサタエーって言うです。頭抱えてるなんで抱えてるんですか、早くピンポンって鳴らしてくださいよ、ねえ、なんで頭抱えてるんですか、熱熱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 熱うん、そうです、そう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 、私がちゃんと言ってればいい問題なので、そうだよ、なんだ、もしそこに不安を感じられたのかもしれない言える大丈夫です、いや大丈夫です、佐竹家、佐竹家投手です、今度から聞かれるよゲームに出たらあれっつってはいって言ってんのみたいな、今ちょっと甘噛みしたらしいいやでも今回は結構意外と、意外とすんなり、はい、いい感じですか、ありがとうございます、うん、引き続きこのコーナーではお悩みなど私たちに助けてほしいことをお待ちしています。以上、クセにお任せくださいでした。
榊原由衣と北王子ゆきの戦国恋姫ラジオの陣。ここでベースソンからのお知らせです。戦国恋姫最新シリーズ戦国恋姫ブレイブ1が好評発売中です。本日のゲスト田宮智恵さんが演じる前田ワンコ利家も活躍する四国を舞台にした熱い物語をぜひ楽しみください。戦国恋姫公式 X ではブレイブ1リポストキャンペーンのラストとして、アゲハ役の私北王子ゆきの色紙が抽選で当たるキャンペーンも本日9月27日から10月3日まで行っています。そちらもふるってご参加ください。戦国恋姫ラジオの陣ボリューム1も大好評発売中です。各回のアフタートークやあゆみさらさんをゲストに迎えした特別会は必聴です。ぜひぜひよろしくお願いいたします。任天堂スイッチ専用ソフト戦国恋姫 X 北条家騒乱編も好評発売中。原作スタッフがシナリオとイラストを担当した北条家のその後を描く専用オリジナルエピソードも収録されています。そして戦国恋姫 EX 3部作が一つになった戦国恋姫 EX コレクションもご予約受付中です。原作スタッフによる書き下ろし CG も含めた大ボリュームの作品ですので、ぜひお楽しみに。完全生産限定版にはこのラジオの特別編戦国恋姫ラジオの陣 EX が特典としてついてきます。ニコ役の柳ひとみさん、松野役の風音さんをゲストにお迎えして特別編でしか聞けないコーナー満載の内容となっています。詳しくはエンターグラム様の公式サイトをチェックしてみてくださいね。そして戦国恋姫 X からの正統続編が戦国恋姫オンライン応援新誌として好評配信中。DMM ゲームズ、ファンザゲームズ、アップストア、Google プレイでプレイ可能となっております。現在戦国恋姫オンラインとランス10の2回目のコラボイベントが開催されております。ケンスキたちは異世界から来たランス一行と奇妙な鬼に遭遇し共に戦うことに。鬼を無事倒すことはできるのか、ランスたちと武田家の物語をお楽しみください。トト、カスガ、コイたちが大活躍しております。詳細情報などは公式 X やゲーム内のお知らせをご確認ください。というわけで、はい、イラストが来ております。うさぎちゃんだ、うん、大活躍の3人ということでね、うんうん、はい、ランスとどうやってコラボするのかのイメージがなんかやられちゃうのではって、ね、あれやこれやもう全員やられちゃうのではっていう逃げてみたいな、ランス君から逃げてみたいなどうなんでしょう ね、 ちょっと私たち的には気になりますけどね、うん、はい、でもまあ共に戦うことに、うん、とのことなので、ね、ちゃんと共に戦ってほしい、ちゃんと共にの部分だけじゃなくて、うんうん、そうね、はい、でぜひコラボね、コラボ中に遊んでください。はい、毎週金曜日21時より公式情報番組センピーチャンネル R がニコニコ動画 YouTube にて配信中です。番組ではネクストンの開発スタッフたちがベースソンを含めたネクストン作品の最新情報をお届けしています。過去の放送は YouTube のアーカイブよりご視聴いただけますので、ぜひお気軽にご覧ください。以上ベースソンからのお知らせでした。はい、お送りしてきました榊原由衣と北王子ゆきの戦国恋姫ラジオの陣、エンディングのお時間となりました。番組ではあなたからのメッセージを募集しています。番組ページのコーナー一覧にある投稿するからお送りください。また番組の感想を X でポストするときはハッシュタグ漢字でセンコイ、カタカナでラジオ、ハッシュタグセンコイラジオを使ってください。そしてここでプレゼントのお知らせです。今回の配信を記念してなんと田宮智恵さんからの直筆サイン色紙を1名様にプレゼントします。応募方法は戦国恋姫公式 X をフォローしてキャンペーンポストをリポストしてご応募ください。ご応募受付は9月27日から10月4日の17時までの1週間です。どしどしご応募ください。はい、そして、好評配信リリース中、はい、榊原由衣バージョン飛龍城運が、各音楽配信サイトで配信されておりますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、なんと、はい、今回、はい、ブレイブ1で、
はい、最後の最後の熱い戦いのところでこれが流れてくるということで。ふぅって言ったら今なかなか最近言わないけどふぅって。皆さんね、ブレイブウチもね確認してくださいよ。熱いシーンで流れますからね、はい、で、そして私10月12日土曜日、はい、ハッピーラブライブ2024という私毎年やってるバースデーライブがあるんですけど、はいはい、バンドなんですけど、うん、そこでせっかくだから飛龍乗雲のバンドで歌わせていただこうかなと思っております。激アツ、はい、いやもう音圧が違いますからね。やっぱこうせっかくラジオもやらせていただいてるし、あともう今年は辰年なので、うん、やっぱねこう畳みかけていかないと、お祭りで。ということで、いいな、ぜひぜひ10月12日、ねね、全然また違いますよね、その音源で聞くのとバンドで生で歌ってるのを聞くのってね、生でバンドで飛龍乗雲聞きます、ね、いやめっちゃいい、このお祭り感の期間にね、あのぜひぜひ、ライブ来ていただけたらと思います、私の公式 X だったりとか特設ホームページを見てチェックしてみてください。よろしくお願いします、はい、ということで先行ラジオ第11回はゲストにタミヤストームちゃんをお迎えしましたが、はい、どうでしたか。いや、人が手をつないでも電気が回らないということがよくわかりました。そうだね。でもなんか、はい、さっきちょっと言ってたけど、うん、私とタミーもつないだらどうなるんだ、輪になったら、輪になったらっていう話、ね、電車みたいにこう行くんじゃないかっていう、行くんじゃないかっていう説を、ね、私うちらさっきつながなかったもんね。そうなんですよね、タミーとはね。そこ行ってみましょうか。もしこれつないだらっていうのをじゃあちょっと別のところですよ。どこかね。いつか。でもそれは置いといて、あの、はい、なかなかね長いこと担当してる役なので、そうだよね。そう、今更このキャラについてこう質問を受けたりとか果たしたりする機会ってなかなかなかったんですけど、ね、ちょっとあの楽しかったです本当に。あのワンコちゃんのこといろいろお話できて、ぜひぜひねこれからも愛してやっていただけたらと思います。よろしくお願いします。ゲームいっぱいやってください。ぜひ。はい、というわけで最後に番組からお知らせでございます、はい、去年の11月からお届けしてきたこの先行ラジオですが、次回が最終回となってしまうけど、やだ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 、まだ出たばっかり。まだ出たばっかり。まだ出てないゲストさんもいるし、みんな2週目ゲスト、この文章読みたくないけどもしょうがないということで最終回となります、はい、最後はゲストに足利和葉義輝役の春子空さんをお迎えします。かっこ2度目覚えてますよ。これはなんか最後にこうドカンとさせる気だな。私ここで踊らされたんですよ。ラジオなのに。多分ね、そこからのあの流れもきっとあるのかもしれないけど、今日ドラマでずんだをやったんです、はい、ずんだ踊ってらした。ずんだです。ね、そこというわけで楽しみですね。これは最後にぶち込むつもりだなということですね、まあ、ゲスト様の宛ての、ね、メッセージはもちろん番組の思い出などメールも最後にぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではここでお別れです。お相手は榊原由衣と北大路由紀とゲストの田宮智恵でした。